癒し手ですよね。メディカルライン、そう、癒す側ですね。縦線ですか。そうそう、この細かい縦線ですね。ここに出てくる細かい縦線、財運線でもあるんですけど、あのメディカルラインって言って医療従事者だとか、あの看護師さんだとかお医者さんだとか、あとセラピストとか、そういった人を癒すお仕事が向いてる方ですね。そういった方向に、方面にやっぱりあの向いているというか、適職というのかな。あの人とのコミュニケーションとかって下手なんですけど、そういうのってコミュニケーションか。でもね、ここ水星線ですね。確かに、可能性としてはあるんですよ。ちゃんと財運線でもあるし、これコミュニケーションの線なんですけど、上まで行ってないので、やっぱりちょっと苦手としてるのかなっていうのはあるんですけれども。